もしこの前兆が出ていたらですね、一気に運気が高まるチャンスです。こんにちは、矢野慶三です。幸運スマイルチャンネルへようこそ。ところでですね、10月に角川さんから出る本のタイトルが決定しましたということでね、タイトルをこれから発表したいと思います。タイトルはこちら、強運ハウス、家がパワースポットになる住まいの整え方というものになりました。この強運ハウスっていうのは本当にインパクトがある言葉だなと思うんですけども、このね、幸運住まいチャンネルを通じて誰もの家がね、強運ハウスになれるんですよということをね、お伝えしていたつもりなので、このタイトルとってもいいなというふうに思っております。またね、本の想定とかができたらまた発表しようと思いますので、こうご期待ということでよろしくお願いします。今のところね、9月末から多分10月ぐらいになるだろうということで、2022年の10月頃に出るということでね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでね、今日の内容に行きましょう。今日はね、こちら、必ず確認してくださいということで、いくつ当てはまりますかということで、運が上がる直前にですね、出る前兆というのがあるんですけど、その5選という話をしたいというふうに思います。これね、運気が上がる時っていうのはですね、実はね、前兆があったりするんですけども、これね、ただ多くの人がですね、それを前兆だと思わずにですね、まあ、見逃してしまうことが結構多いんですよね。これね、なぜかというと、その前兆がですね、純粋に前兆に見えないっていうふうに、全く真逆のものに見えたりするってことがあるんです。そこでですね、今回はですね、運気が上がる直前の前兆、5選ということでね、家のこととかね、それらにまつわることをこれからお伝えしようと思いますので、よろしくお願いいたします。そして動画の一番最後にですね、質問に一つお答えするコーナーもありますので、お楽しみに。そして普段はね、私は、矢野慶三公式 LINE というのをやっていて、ここでね、5本の動画をプレゼントさせていただいております。概要欄の一番上にですね、リンク先がありますので、そこから友達申請ポチッと押していただくと、すぐにね、動画が見れますので、よろしくお願いいたします。ではですね、どういう前兆があるかということなんですけど、まずその1はこちら、大喧嘩なんですよね。まあ、一緒に住んでる家族との大喧嘩っていうのがメインになるんですけども、なんでですね、喧嘩がその、運気が上がる前兆かっていうとですね、これまでのパターンブレイクの象徴だからなんですよね。これまでですね、普通の喧嘩だったらまだいいんですけども、大喧嘩してバーンってなるっていうのは一体何が起こってるかというとですね、今までの延長上ではない流れを作り出そうとしている象徴だからなんですよね。というのも、今までの延長でずっと歩んでいくとですね、幸運っていうのは今まで通りの流れしか来ないので、新たにね、こう幸運がバーンと来る流れってできにくいわけなんです。それに対してですね、このパターンブレイクをする、それがね、大喧嘩っていうのが一個のパターンブレイクなんですけども、これね、ようやくね、幸運が入ってくるスペースが生まれるっていうことがあるんですよね。なので、ここでね、意識してほしいのは、もしあなたがね、家族とかで大喧嘩をした時にですね、どういうパターンブレイクにつながっているのかってことをね、検証していただきたいなと思うんですよね。今まで例えばご主人さんに対してぐっと我慢しながら生きていた方がですね、それがね、ご主人さんに対してバーンと喧嘩をして、なんてこと言うのみたいな感じでバーンと言ってですね、今までじゃない喧嘩になったとしたら、いよいよあなたが自分らしく生きていこうとするパターンブレイクに入っている可能性があるわけなんですね。それっていうのはね、とっても大切なシグナルなので、単にね、喧嘩したっていうのでネガティブになって落ち込むっていうんじゃなくて、なんで喧嘩がここまで勃発したのかっていう背景にはですね、これまでのもう流れだったらもう嫌だっていうことが起こっている可能性があります。その流れからですね、いい前兆がね、これから生まれようとしてるんだっていう感覚を持つだけでも随分とね、違ってくるので、ぜひね、意識してみてください。そしてその時、その2です。その2はですね、家のトラブル全般ってやつなんですよね。例えばね、家のトラブルっていうのは、雨漏りとか、あとはね、故障し動かなくなったとか、いろいろありますよね。火事になるっていうのもあるとは思うんですけども、こういうシグナルっていうのはですね、すごく実は、幸運が来るか、それとも不運が来るかの、どちらかのシグナルとしてドーンと来てるっていうところがあるんですけど、ただですね、このトラブルをそのままにしておくとですね、運気はどんどんだだ下がりするっていう流れなんですよね。それに対してですね、例えば西の方位で雨漏りしたっていう風になったらですね、これ金運に関わるんですけど、お金が目減りしそうになるか、どこかからお金が漏れ出る可能性があるっていうのをね、意識してるっていうか意図してるんですけども、それをね、トラブル改善だっていう風にしてですね、その西の方位の雨漏りをしっかり整えた後、
お金がね流出しようとしているところをしっかり見ながら、そしてそれを改善していって心を整えていくとですね、逆にそこから運気がぐーっとね逆に上がり始めるということが起こります。なのでね、これっていうのは実は家がトラブルで何か起こった時にしっかりと改善する方向に行くとですね運気が上がるんですけども、このトラブルをねそのままにしておくとどんどん運が悪くなるというこの両極端の方向に行く可能性があるので、ここでですねぜひ、トラブルで悲観的になるんではなくてですね、変わる前兆として捉えていく、変わる前兆として改善していくっていう風にするとこれ運気が本当に上がっていきます。なのでね、家の中でトラブルだけあって、なんでこんなことが起こるんだって悲観にね、くれていたらですね、これが前兆だと捉えれないということが起こります。なのでここはね逆転の発想をぜひね持ってみてくださいね。そしてその時その3はですね、直接家と関係ないんですけども、友人関係みたいなところでですね、友達と疎遠になったみたいな流れが生まれてくるとですね、これはですね運気が上がる前兆だということが言います。というのもですね、例えばこれまでの友人と会うことが減ってきたってなるとですね、一体何が起こるかというと新しく出会う人たちがいる前兆になってきてるんですよね。それはですね、本当にあなたがやりたいようなことに対して仲間が見つかったとかメンターが見つかったみたいな流れからですね、そういう既存の人との会う回数が減っていったりするってことが起こります。ここでですね、既存の人と会わなくなっていった時にやっていただきたいのがですね、その、新しい人を家に招いて食事でね、おもてなしするとかそういった感じのことをやってほしいんですよね。そういう風な流れでつかめるかどうかあるので、まずはですねその前に、既存のね友達が、会わなくなってきたらですね、今後ね、どんな人と出会いたいかっていうのをあらかじめねいろいろ考えておくってことをしてほしいんですよね。そうするとですね、今までの友達と会う回数が減っていった中でポコってそういう人が出てきたりするんです。そうするとポコッと出てきたこの人とですね関係性をぐっと深める意味でもですね、家にその人を招いてすごく懇意にしていくっていう流れをしていくと、そこから先にブワーッとね次の人脈が広がっていくということが起こりますので、ぜひねここは家に人を招くということと連動してうまく使ってみてください。そしてその時その4はですね、メンターと出会ったっていうのもね、大きく変わる前兆です。これはね分かりやすい前兆なんですけども、例えばメンターって一体何かというと、あなたがこれからやっていきたい、世界ですでに活躍している人のことをですね、メンターって言うんですよね。例えばね、これから富士山に登ろうとするときに、すでに富士山に登ったことのある人っていうのがメンターみたいなもんだと思っていただいたら結構なんですけど、とにかくあなたがねこれから何をしたいかっていうことがポイントなんですけども、ただねここで気をつけていただきたいことがあります。それは何かというと、例えば儲け話とか利己的な話で何かね、その話に乗っかろうとするときに、それをねサポートしてくれるっていう人がメンターだっていうのは、これはね乗らないようにしてほしいんですよね。この儲け話とか利己的な話っていうのはですね、基本的にいい運気に乗れることがほとんどありません。なのでねここで意識していただきたいのは、あなたが心から本当にやってみたいと思っていることが何かっていうことなんですよね。例えばですね、アロマを使ってアロマサロンをね将来やっていきたいというふうに思っていれば、そのアロマに関わるすでに活躍しているメンターとかだったらですね、ズバリだと思うんですけども、そのね、例えば、アロマを買うためのお金を稼ぐためのなんか儲け話の方向に乗っていこうかってするとこれずれていくんですよね。この辺がですね、結構微妙なんですけども、しっかりね、チェックして知っていただきたいなというふうに思います。なので、ね、ここでしっかり、チェックしながら本当にやりたいことのですねメンターを見つけたり、あとねメンターと触れ合う機会が増えたっていうふうになるとですね、すごくここから人生が変わってきます。本当にねメンターと触れ合う機会が増えれば増えるほど確実に人生をシフトし始めます。その時ですね、戸惑いが出るかもわからないんですけども、なんかねなんていうのかな、本当にそのメンターについていっていいんだろうかっていうふうにして、戸惑ったり疑ったりする気持ちが出てきたりするんですよね。例えばね、アロマサロンをやっている素晴らしい人がメンターになってくれて、その人と懇意になっていくとですね、こんな私で本当にいいのかしらとか、なんか騙されようとしてるんじゃないかしらみたいな感じで戸惑ってですね、止めようとしてしまうんですよね。だけどねこの流れの時は止めないようにしてほしいんですよ。これねいい流れが来ている、なので、ね、この成功していく流れの恐れで止めてしまう人が本当に多いんですけど、さっき言ったね儲け話とか利己的な話じゃなければ本当に心がやりたいと思っていることであれば止めないようにするっていうのがですねすごくポイントになってきます。
そして最後その後です。その後はですね、出費が増えそうな話が出てきたらですね、これもね変わる前兆なんですよね。例えばですね、金銭的に急にね出費がかさむ話、どういった話かというと、例えばね、そういうメンター的な人からこのセミナー一緒に出てみないかとか、あとはね仲間ができたら一緒にねどっかに旅行に行こうとかですね、あとはですねまた仲間とかメンターからあのパーティーに参加するとすごい面白いから、あのパーティー参加にしよう、一緒に参加しようよっていうふうに言われるとですね、どれもこれもがですね、まあ、出費につながる話なんですよね。ただですね、ここでですね今言ったようにメンターとのご縁が深まったり、新しい仲間との出会いがねどんどん増えていく流れであれば、ここはね自己投資と思って思い切って参加するっていうような流れにしていくとですね、その流れがですねぐるっと循環していい流れができてくるんですよね。ですけどここで多くの人がですね、わ参加してみたいだけども時間とお金がなくて点々点っていうので止めちゃうんですよね。ここはね参加すると決めた後にその時間とお金をどう工面できるかっていうことを考えていくのがポイントなんでですね、ここはねぜひね、本当あなたの夢を叶える前兆をしっかりとキャッチして、その流れに乗るようにねぜひしてみてくださいね。本当にね、私心からこれ応援したいなと思っております。はい、ということでね、最後にまとめをしておきましょう。一つ目はね、大喧嘩をすると今までのパターンブレイクが起ころうとしているので、その先に何を待ってるのかということをねしっかりと、見据えることができるかがポイント。そして2つ目はね、家のトラブルが起こると、例えばね、さっき言ったように西の方で起こると、お金が何かから流出している可能性があるので、それを改善すると、家を改善して、そしてお金の流出を改善していくと、そこから後にぐーんといい流れに乗れるっていうのがあるので、家のトラブルもね、そういう捉え方をしてください。そしてね、3つ目はね、既存の友達と疎遠になってきた時には必ず新しい出会いが待ってるということもあるので、新しい人とどうやって出会いたいか、どんな人と出会いたいかっていうのを明確にしておくといいですよね。そして4つ目はね、メンターと出会った、これはね本当にあなたがやっていきたい世界で活躍してる人、そういう人ともうビリビリって出会ったらですね、本当にねそう流れに乗ってほしいと思います。5番目はね、そう流れに乗るために、自己投資的にお金が出ることがあるので、怖いかも分かりませんが、そこに乗っかっていくとどんどん流れができてくる。これがですね、どん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 いい流れが来る前兆にやってくるので、ぜひねこれが来たら、あ矢野さんが言ってたやつ来たかと思いながらね、ぜひね、実践できそうなところからぜひね実践していただきたいなというふうに思います。はい、ということでね、繰り返しになりますけれども、公式 LINE の お知らせです。私は普段ね矢野慶三公式 LINE というのをやっていてですね、例えば、ここに挙げているようなトイレで金運や幸運を引き寄せる方法をはじめ、あと4本の動画をねプレゼントさせていただいております。概要欄の一番上にですねリンク先がありますので、そこをねから友達申請をしていただいたらすぐにねこの動画が見れますので、ぜひね友達申請してくださいね。よろしくお願いします。そして、公式 LINE 以外にも私はアメブロではこぼれ話、 Twitter で日々の気づき、メルマガで家づくりに特化した情報、そしてボイシーで言いたいこと言いまくるということをやっております。すべて概要欄の下の方にリンク先が並んでおりますので、ぜひねフォローをお願いいたします。ではですね、最後にお待ちかねのご質問にお答えするコーナーです。今日のご質問者はですね、このトイプーゆめさんですね、ありがとうございます。いつも拝聴させていただいています。北枕効果ありですねと、また愚痴を書いた紙を燃やす、すっきりしました。やっていただいたんですね、ありがとうございます。そしてね、焼き塩を取り替えようとしたら溶けて半分お水になっていました。玄関がどれだけ湿気があるものなのかということが分かりました。それとも別の意味があるのでしょうかということですね。これと類似した焼き塩を置いていると水になったっていうのがいくつかねコメントに入っていたので、それに対するねお答えとしてお伝えしたいんですけども、湿気てる場所だったらですね、そういった現象が起こる可能性も十分あります。ただですね、もしねそういう水浸しになったらですね、またすぐに焼き塩を作って置き直すってことをやってください。これね何回かやってると焼き塩がですね水になるのがねなくなっていく可能性が十分あります。そうなるとですね、その焼き塩が効いたということになってきます。毎回ずっとやっても水になるようだったら純粋に湿気だけの可能性もあるんですよね。なのでね、これは実践を繰り返して検証するというところからやってみてください。またね、その後どういう変化があったか、ぜひねコメント欄から入れてくださいね。お待ちしております。はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日なことを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。